えー、今度はね、えー、動画を、えー、エクスポート、つなぎ合わせて、えー、まあ、作ってたものなんですけど、いつも新しいビデオとして表記されて、えー、先ほどもここの、このあたり、このカーソルのこの部分に出てきてたんですけども、これね、今、このパソコン自体は壊れていて、えー、このキーボードをつなげれば、一応あのーあ、あったあった。 こういうふうに先ほどここにあったものが、これね、僕はこのキーボードを先ほどあちらに置いたんですよ。これを振り返って、こう、まあこの辺にあったとして、まあ本当はそこの上にあったんですけども、振り返って、これ繋げて、これそのままね、あの、まあ、名称を何かこう、付けようとしたら、まあこれも最初新しいビデオだけじゃなくて、違う名称が出てきて、 あのその後に何か普段は見かけない英語の何かが出てきてたんですね。で、このまま打つとキーボードがずっと連打するようなあの現象が発生して、あの強制的に電源を遮断しなければならない状態に持っていかれるんで、とりあえずキーボードをつなげて、ただもうその現象もね、本当はサイバー攻撃なんじゃないかなとは思うんですよ。で、その間にここにあったものがこっち側に。 え移動していたともともとこのようなあの現象なんか起きないしあとこのセキュリティパトロールっていうのも変でこれもね画面が出てくるときと出てこないときがあってこういうふうに撮影してるときってこの画面出てこないんですよちょっと待ってください、ね、打ち込むので一旦電源オフにします